日垣忠ただしみぎ、ひがただしみぎから1929年7月26日は、日本の教育者、文部、内務官僚、感染県知事、近景官志向、旧姓、宇野、陽明、安行新、長州藩士、宇野次宗そ門の次男として生まれ、日垣五百獣の養子となる。1874年1月、東京市範学校を卒業し、 同年3月、名東県三島訓道となる。1876年12月、愛媛県佐抜市藩学校長に就任。1882年5月、愛媛県市藩学校長となる。1883年7月、石川県に転じに登属となり、1886年12月24日、石川県人情市販学校長に就任。 1887年12月、文部省に展示史学館となり、以後、同省第一地方部担任、普通学務局第一課長、第三地方部担任、普通学務局第三課長兼、第二課長などを歴任。1893年2月、内務省に展示秋田県書記館に就任。福島県書記館を経て、1900年1月、富山県知事に就任。 1902年2月、岡山県知事に転じた、宇野執行計画を推進し、1906年8月の帰港式直前、7月28日に休職。1908年7月27日、休職満期となる。1910年10月、朝鮮総督府、景気道長官として復帰。1916年3月まで在任し退官。 1917年12月15日、金景官志向を仰せつけられた。ありがとうございます。